ちゃ綺麗。これ水管基準っていうのはどういうのがあるんですか。ですね、これ多分これが最高の基準で大丈夫です。何をしてるんですか。スイカドラから下ろして、はい、あそこの箱あるじゃないですか。あのここの流れ出てコーナーになるか、はいはい、真ん中でグラス回って綺麗にしよう。あそこで一つ一つ、はい、あのトレーに乗ってる黒いトレーあるじゃないですか。アリに乗せて流すんです、はい、で人の手かかるのはここで最後です。あとはもう全部機械になりますんで、はい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 、箱積みまで機械になります、はい。スイカ以外流れればすぐ反応するようになってます。それをあえて利用して、はいはい、最後にバスケットボール流すんです。で、次の方との間にバスケットボールを入れると機械がスイカ以外流れてきましたよってことで測定して、要するに次の方になりましたよっていう、はいはい、すげえ。あの光センサーで光、はい、強い光当てて糖度、あと内部障害、はい、内身だとかそういうのを調べてますか。最低限 10.5 度、うん、で平均強度です。中心強度はもう 12.5 とか、はいはいはい、あの最初かぶりついたら甘いじゃないですか、はいはい、中心はすごい高いんですよ。だけどもヘリまで土で甘くないと、はい、大体スイカとしては強度不足になってしまうんで、中心ばっかり高くてもだから落とされちゃうんですよ、強度不足で。スイカ自動的にこのラベルついてて、はい、トレーに1個1個 IC チップついてるんですよ。あ、それでこのトレーのスイカは何かってもう判断されてて、はいはいはい、こっちに流れてって、あのインジ L サイズだとか規格、有品、種品、はい、特殊品っていう規格に分かれてて、箱化されて流れてくる。最終的にあのパレットに人の手で積むんですけども、あそこで最終的に人の手を使うっていうような、はいはいはい、なのでトレー乗っけてからあそこまではもう人の手はなし、全部全自動でやっております。めちゃくちゃうまそう。うわー、むしろこれでもいいっすよ。それにまずそれにします。ここが一番甘い場所です。ここら辺が一番甘いですね。本当に12度ぐらいあったんで美味しいと思う。でちょっとぬるいから甘みもちょっと感じづらいんですけど、まずね、果肉臭まであんまり糖度落ちないで、美味しいと思う。スイカのみですか、やってる。いや、メロンも作ってますよ。あとお米も作ってます。あと麦がちょびっと、本当に休耕田にちょっとやらなきゃないんで。あ米にテーマあるんですか。いや、意外と大丈夫なんですよ、はい、意外と。うちハウス作しか作ってないんですよ、スイカは。はい、はいはい、なんで、意外と田植えの時期とか結構手空いてるんですよ。でも、まあ、パートさんも使ってますしね。あ、それなりに。あんまりあれですよ、多分俺が一番仕事してないかなぐらいで、この辺の人で仕事してないと思います。大事です、大事です。土日は基本的にパートさんも休む感じになってたりする。あー、すごいですね。興味はダメだなと思って。そういう昔みたいなスタイルは。いや、そうだと思います、本当に、ね、若い人でも、といえども、うんうん、だんだん農家離れ進む原因ってそういうところあると思うんで、うん、あ、今ちょっとちっちゃいやつがこういう風になって、本当だ。これを、うん、いろいろ 2,3 個つくんですよ、やっぱり木には、はいはい、それを一つに決めて、はい、いい綺麗な形のやつ決めて1個にする感じですね。これ西洋ミツバチですね、そこに鉢箱見えますけど。外も結構ニセアカシア咲いて、はい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 、外も結構飛び回れる。あ、そっか、元気、すごい元気。この辺やっぱね、アカシア多いんで、それこそ餌にもなるから、今時期は、はい、いや結構ね、こっちに来なくなっちゃったりすることもあるんですけど。でもこの時期ちょっと蜜食べてもらわないとね、
鉢箱も返す時まで、なんていうの、鉢いなくなっちゃったりすることあるんで。あ、1週間ぐらいでさっきのがこのぐらいに、1週間から10日ぐらいですね、おおむね。でこういうふうになってるんで、あの色づき、黄色くなったりしないように、あの、はい、お皿引いて、 あ、はいはいはい、あれですね、あさって取るスイカなのかな、もうね、だいぶ水切って、ジャバジャバにならないようにしてるんで、だいぶもう下乾いてるから、こう少しよれてるっていうかね、ベタっとしてきてるんですけど。これっていうのはなんかその適化っていうんですかね、この1株に何個っていうのは決まってる。これ一応、ここは、40センチピッチで植えてあって、はい、1株で1玉しか取らないんですよ。1玉そうなんですよ、なんでこうやってしっかり同じぐらいの大きさの玉が安定して取れるような感じ。いや大きいですよね。そうこれ、うちらの、はい、来年って、はい、家スクリーンの登録受けてて、あの農薬の低減っていう目的でこのネギ植えて、ネギの混植っていうその栽培方法っていうか、そのあの方法なんだけど、これすることによって、その土の中の、あの要はスイカのっていうか、まあユウガオに今接ぎ木したって、ユウガオの根っこがブーッと伸びるんだけど、はい、それとこうネギの根がこう絡み合ってこう伸びていくんだけど、ユウガオに対してその悪さをするあの土壌細菌がいるんだけど、はい、ネギは根からその殺菌作用のあるなんか物質、はい、ちょっとその辺はあの学者さんじゃないから俺よくわかんないんだけど、はいはい、その出してくれて、うん、でその要は行く先々にネギの根回ってくれて、その消毒してくれるようなイメージ。へー、だからこのネギ混植して、その分土壌消毒とかのそういうあの農薬のやる回数を減らそうっていう目的でこれネギ植えてね。へー、そうそうそう、すげえ。去年まで3軒この手の早いやつだったんだけど、もううち1軒しかなくなっちゃった。そう、みんなそれこそ、作業性悪かったり、いろいろ結構大変なところもあるから、はい、やめちゃって、誰か新しい若い人やってくれるこれ越冬式ハウスって言って、冬も経った状態で、はい、っていうハウスなんだけど、はい、春立てのスイカがもう10日後ぐらいから出てくるから、そうそう、それまでのつなぎっていうか、その来年スイカ出ましたよの宣伝用のスイカだからね。へそうそう、だからそんなにいっぱいあっても大変なんだけど。普段の人は1月じゃないんですか。普段の人は2月の多分15日から20日ぐらいが橋の始まりなんじゃないかな、平均。だいたいうちらより3週間から1月ぐらい後からのスタートなんだけど、はい、うちは1月早くスタートするんだけど、うんうん、結局10日ぐらいしか変わらないっていう。あそう、出す時期的にはだからすごい時間かかる。そうそうそう、確かにそうですよね。そう、これちょっと大変だからね他の2軒は2棟ぐらいずつだったから、はいはい、ハウスちょうど 200m 分、2棟分だったから、やめたんだけど、うち6棟半分あるから、なんかやめるにもやめられないなと思ってあとそれこそ人ね、通年じゃないけどある程度長く雇用したりするのもね、ために、そうそう、いいのかなと思ってまだ続けてはいるんだけど。何月が最後ですか、出荷？うち、うん、この手はまあ6月の大体10日ぐらいからスタートして、はい、で7月中に出すやつをこう段階的に植えてって、はい、で今度その間8月中が逆に1回切れて、うん、8月中のものって外のもの多くなってくるから、外のものの時は1回切れて、はい、でその後、8月の大体27、8日ぐらいから、そのさっき言ってた大阪関西方面の、はい、この大玉スイカの、まあ、品種もちょっと変わるんだけど、収穫始まって、はい、で大体終わるのが9月の25日ぐらいな。うーん、で道内もちょろちょろっと回って、大丸さんとかでね、去年も10月の頭ぐらいにうちの最後出したやつが、カップに入ってブロックスイカ、はい、そうそうそう、これ80センチとか1メーターで植えて、はい、1株から 2,3 個取るっていう方法もあるんだけど、あ、はい、うちはちょっと物が安定してほしいから、こだわって40ピッチで植えて1玉しか取らないっていう方法、実のぎっしりっていうのが、そうそうそう、大きさとかも安定するし、中のその天候不順にその左右されづらくなるから、はい、どうしても2個3個ってなってくると、天候悪いとね、この嫌いが1個だけ負けちゃったりとか、はい、うんうん、そうそう、いろんなやっぱり問題出てくるから、ちょっとあと糖度のりもね、やっぱ天気悪くなると、うんうん、悪かったりとかって、そういうのもあるから、やっぱちょっとそこはこだわってね、うん、1個取りにこだわって、うん、ありがとうございます。バカだなとは思われてるかもしれないけど、まあ、いやいや全然他のよその家なんですけど、全然怒られないですよ、僕も仲いい家なんですけどちょっと遠巻きには全然見ても大丈夫なんですけど、はいはい、これはまたトンネルで、これ最終的にこのビニールテロッと剥いじゃって、うん、はい、で本当に路地物っていう感じで取るスイカの形ですね。
は大体本当にあのお盆前の本当にみんなが食べたいあの海水浴とかで、はい、時期の需要に向けたスイカです、はい、感じっすね。すごい、ありがとうございます。